はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やすでございます。白血病、闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ね、昨日ね、受診して、まあ、悪玉コレステロールが上がってるよ、メタボリックの確率が4倍になるよ、4倍ね、言われて、まあ、ショックを隠されへんかったのを、まあ、駆け足でちょっと伝えたんですけども、ね、まあ、白血病細胞もね、増えてなくて良かったんですけどね、まあ、それ以上に悪玉コレステロール数値が上がってますよっていう風に言われてショック、まあ、今でも引きずってます。1日経ちましたけども、一晩寝たんですけども、やっぱりね、ショックですわ。まあ、その先生のね、その診察室に入った時に、どうぞちょっと入って、まあ、座るじゃないですか。なら、悪玉コレステロールが上がってますよ、まあ、でもこれは食生活で下がっていくんで頑張ってください。でね、白血病細胞も減ってますわ。まあ、でもこれが、白血病細胞が下がってるのはいいけど、今出てる体の GVHD 拒絶反応がどうなのかっていうところで、今までのお薬を増やして GVHD 拒絶反応を抑えていくのか、でも抑えたらまた白血病細胞が増えていくかもしれない、どうですか、今しんどいですかって言われて、まあ、別に今はしんどくないです、横ばいというか喉の痛さとか背中が痛かったのはっていうのも、このね、唾液腺が腫れてくるのも今はそんなにマシですよと言うたら、じゃあその次回まで、まあ、前回同様の薬の量で行きましょうかって言われたんですよ。うん、だから悪い、なんかそうね、こう怖い状況ではなくなっているわけでございます。白血病細胞がね、増えることの方がやっぱり怖いんでね、なんぼそのコレステロール値が上がってるよと言われても、メタボがすごいよって言われても、やっぱり病気のことの方が怖いんで、それはまあ良かったかなっていうふうに、まあ、改めて一日経って思うようになりましたね。まあ、その、まあ、コレステロールの話戻るんですけどもね、こんなん渡されたんですよね。まあ、昨日も言いましたけども、小冊子ね、医師と始めるコレステロールコントロール、これね、まあ中ちょっとしばふらっと読んだんですけども、そのコレステロールは体に必要なものです、それはそうです。細胞膜とかをね、作ってくれる分なんで、あの昨日のコメント欄にもいただいたんですけどもね、それでちょっと勉強したんで、まあ、善玉悪玉とありますよと。で、そのまあ悪玉コレステロールっていうのが増えると、やっぱ動脈硬化が進行しますね、血液の血管が詰まるんですよね。そういうふうなことの恐れがあるから、やっぱりそういうコントロールはしなきゃいけない。まあ、むしろじゃないな、普通の体の人でもそうですし、ましてや僕らみたいな病気した人がもうね、より気をつけなければならない血液疾患だと思うんでね、まあ、これはしっかり食生活を見直してやっていこうと思います。まあ、そんな感じですかね。まあ、でもそのようやくその先生からも、病気の人じゃないくて普通の人たちのする病気の悩みの話が出てきたっていうので、ちょっとなんか自分の体が普通の人に戻ってきたんかなっていうふうに思うわけですよ。だから気分は良くないですけども、重くはないなっていうふうな気持ちになってきましたね。え、病気したら病気の悩みばっかりになるんで、
まあね、普通の病気してない人たちと同じような感覚に、まあ、近づくようにと言いますか、まあ、前向きにね考えて頑張っていきたいと思います。まあ、今日はこんな感じでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画いいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。